画好きのカンチャンネル、いやー、はい、先日は、モノマネグランプリガチ歌モノマネナンバーワン決定戦ご覧いただきましてどうもありがとうございました。今回はですね、ガチ歌ということで、私はですね、この、南米プエルトリコ出身のですね、ルイス・フォンシのあの有名なデスパシートという曲をね、歌わせてもらいまして、まあ段差もつけて派手にできたかなと思うんですけども、いかがでしたでしょうか。もう順位とかはね、もう関係ありません、私の場合は。もう何をやるかっていうところですからね、はい、これマジ歌っていうかガチ歌ですよね。ガチ歌ですよ。これふざけてますよね。ふざけてないじゃないですか。完璧じゃないですか、ルイス・フォンシー。いや、見た目は完璧なんですけど、ええ、ルイス・フォンシーさんをやること自体がふざけてますよね。いや、そんなことないです。俺ちゃんと歌ってたじゃないですか、スペイン語で。こんなに練習したのは久しぶりですよ。美輪さんの愛の讃歌をフランス語でやって以来ですから。俺完璧でしょ。見た目はもちろん似てますよね。いや、見た目はもう、あの、何が一番似てるって、この二の腕ね。これね、皆さん、あの、分かんない人はルイス・フォンシーデスパシートの動画をね、一回ご覧になってくださいよ、はい、ミュージックビデオ。これはね、この世界で一番再生回数があるわけです。73億回再生以上ですよ。もう全世界の人が見てるわけです。すごいですよ、これ。世界的にはいいんでしょうか。世界的に、はい。日本的にはどうなんでしょうか。あのね、これ本当ね、まあ、スタッフさんとか誰ですかとか、はい、メイクさんも、私メイクするのに初めて見ましたみたいなこと言ってるんですけど、これ、ね、若い子の間ね、めちゃめちゃクラブとかでバンバンかかってますから、この人の歌。これ一応確認なんですけど、ええ、ガチ歌ってことなので、ええ、メインは歌じゃないですか。メインは歌ですよ。見た目から入ってないですよね。大丈夫ですよね。違う、僕の場合は見た目からじゃないですか。まず歌じゃないですよね、メインが。見た目で、だって俺が素の状態でさ、これスペイン語で歌ったってわけわかんないでしょ、だって。歌、これ自分で声的に似るな、いけるな、容姿もちょっと寄せてみようかなと思ってこっちに行き着いたわけじゃなくて、あ、この見た目いけるなから始まったんですかね。 100% 見た目からいきました。それガチ歌じゃないですよ、ね、いや、だからガチや。だからね、みんなおかしいんですよ。ガチ歌っていうと、なんかこう歌だけで勝負するみたいな風に思ってて、はい、あの、当日まあ30何組出たわけですけど、みんなね、衣装着てね、メイクもね、素のメイクでね、スタスタっといっちゃうんですよ。俺だけですよ、メイクルームに1時間半こもってた の皆さんが正しいんだと思いますけど。いや、違う、これもうガチ歌とか言うからそうなっちゃうんですよ。だって基本はモノマネだからね。モノマネだから扮装しないといけないわけじゃん。見た目で雰囲気をまずつかむみたいな。まずそっからですよ。もう基本の木でしょ、だってそれが。何を扮装しないで歌だけで勝負してんだと。もう、じゃあ今回かなり練習も積んで。めちゃめちゃ練習しました。だってダンサーもいてね、はい、この皆さんとはじゃあもうかなり仲いいグループになったわけですか。もうめちゃくちゃ、ラッパー役の彼はスペイン語とかもベラベラなんで、はい、聞き取り、歌いやすいようにスペイン語もちょっとこう、なんていうの、練習させてもらって。ラッパーの名前は何て言うんですか。これ、リョウスケ。それはリョウスケ。外国の方ですか。いや、リョウスケで。スペイン語がベラベラでっていうのは外国の方なんですよね。いや、プエルトリコから来たリョウスケで。リョウスケさん。リョウスケ君。彼がいい子でね、めちゃめちゃ発音とか教えてくれて。はい、で、やっぱりこう、ほら、あのミュージックビデオの雰囲気出したいからって、やっぱこのね、あの外国の方のダンサーさんを、はい、俺、だってこれでさ、リハの時にさ、メイクしてさ、あの後ろのスタジオの後ろにこう女性がまず待機してるじゃない。で、俺この格好でバッて行ったらさ、この女性が俺なんて言ったと思う。びっくりした、本物のルイス・フォンシーかと思ったって日本語で言ってたからね。その女性なんて名前なんですか。名前聞いてないんだな。あれ仲いいんですよね。仲はいいけど名前は聞いてない。凌介しか聞いてない。そうなんですね。凌介だけ最初聞いて、あと名前聞くの怖かった。結構完璧だったと思うんだけどね、順位が結構低かった。だから、なんていうのかな、あの審査員のコメントも、面白いですね、面白かったですとか、
いうコメントだったんですよ。で、面白いのは俺別に俺狙いに行ってるわけじゃないからね。俺はルイス・フォンシュでかっこよく登場して歌い切っただけなのに面白かった。じゃ多分歌で勝負してなくて見た目が入ってきちゃったからじゃないですかね。いや多分ね、面白さはね歌を超えるんですよ。だから ありましたよ、アンでも陽水さんガチでやりますかとか、はい、大友康平さんやりますかとかいう話だったんだけど、はい、笑い取っちゃうじゃん。陽水さんって振り向いて、俺振り向くだけだからね、あれなのに笑うじゃんみんな。だなんか笑い取りに行ってるみたいで嫌だからやめたの。これは笑っ、全然笑い取りに行ってない。でも結果的にはみんな笑ってた。おかしいですね。おかしいよね、僕ね。もうこれ今回だからそもそもこのガチの歌モノマネっていうところでお話し合った時に、うん、事態は考えなかったんですか。考えましたよ。そんなもんガチの歌真似で俺は必要ねえだろうと。何を俺の一番のいいところを消そうとしてるんだ。そうだって本当にガチだからもう笑いもいらない。もう何だったらまあ結果的に紛争はしましたけど、そういうメイクで笑わしたりするのもいらないとかいろいろ条件が出てきて、替え歌にしちゃダメとかさ、はい、メイクで笑わせてますよね。いやだ笑わせてないじゃん。笑わせてはいないでしょ、全然ちゃんとしてるから。だから寄せすぎちゃったことによって笑いになっちゃってるんじゃないですかね。いや笑いそんなまあ結果的にはそうかもしれないですけど、審査員とかに大体モノマネ番組で言われたくないその3つのコメントっていうか評価があって、はい、うまいですね、うん、であとさすがですね、おであとそれ見たかったんです。俺この3つだけは俺言わせたくないから。これ陽水さんだってさすがですねって言われてもこれ誰が得するの。誰も得しないし。いやそれ神田さんが得するんじゃないですか。俺何も得しないじゃん、うん、俺は言われたいのは、うん、面白かったです、はい、バカだな、なんでそれをやろうと思ったんですか。この3つを言わせたいわけよ。その3つを そのポリシーを持って俺はモノマネ番組に挑んでるから今回新ネタで行ったわけよ。でその3つのポリシーでやっちゃったから、うん、ガチ歌じゃなく笑いになっちゃった、ね、そうなくなっちゃった。コンセプトが全然ずれちゃったって俺だけね。しょうがないじゃないですかそれは。これはどうするんですか。今回だけで終わるネタなんですか、それとも引き続きあのさ今回だけで俺モノマネ番組で、はい、このガチ歌ナンバーワン決定戦で評価されようと思ってやったわけじゃないわけよ。この裏テーマとしてはこのルイス・フォンシがこの南米のねトップシンガーですよ、はい、トップシンガーがなんでこの全米まで行ったかっていうと、これジャスティン・ビーバーがコラボしたのこのデスパシートっていうと、それで全米に広がってこのミュージックビデオの再生回数が73億いったわけよ。だから今回これを誰かが勝手にモノマネグランプリの映像を配信することによって、もしかしたらこのルイス・フォンシ本人が見るかもしれないじゃん。もしくはジャスティンが見るかもしれない。ジャスティンが見るかもしれない。一人二役やってる映像なんか出したら作っちゃったらもうすごいよ俺再生回数。ちょっと渡辺直美さんを超えるかもしれないですね。いやだから俺はねこれやったっていうのはね世界進出になってる。裏テーマですから。ここからですか。ここからまずプエルトリコ行ってそれ全米に行くっていうね、これ狙ってんだよ。だって俺すごいじゃん、他トム・クルーズもあるしさ、あと あれスーザン・ボイルもあるしさ、ブルーザ・ブロディもあるでしょ、グレート・ムタもあるでしょ。俺全米で行けるよ多分。だから皆さん伝説の1ページを見たんですよ。これ楽しみだ。3年後がもう俺近寄れないよ俺に多分みんな。ギャオギャオご覧の皆さん、高評価チャンネル登録プリーズ Get out!